今日は、パンニアとアニマの、ライブハウスを運営されている吉祥さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですが、パンニアとアニマの会場の場所につきまして、ご紹介をお願いします。はい、どちらも、心斎橋のアメリカ村にあるお店で、心斎橋駅7番出口から、徒歩5分以内にあります。パンニアはビッグステップの向かい、アニマはサンボールの向かいにあります。それでは、吉祥さんがライブハウスを立ち上げられたきっかけ、そしてパンゲやアニマの特徴を教えてください。僕自身がバンドをやっておりまして、昔からかなりいろんなところに、いろんなライブハウスに、出入りすることが多かったんですけど、そのいろんな場所を見た時に感じた理想の形を、作ったのが、パンゲアです。パンゲアをやってるうちに、もっとこうしたいなとか、そういった欲求が出てきたものを、形にしたのがアニマです。感染症対策につきましてお聞かせください。どこのライブハウスでも今やってることだと思うんですけど、
まず大阪コロナ追跡システムの登録、検温消毒、あと、ソーシャルディスタンスを保つための、足元マークを、つけたり、あとは、こういう飛沫対策の防止シートを貼ったり、各所そういうことをやっております。グリーンズの講演やイベントなどで印象に残っていることはありますか？グリーンズさんは、結構パンゲア立ち上げの時からいろいろイベントを持ち込んでいただいてるんですけど、僕が外でイベントやる時にもいろいろ手伝っていただいていて、名村造船所跡地でやっている新世界フェスとか、今年10周年、パンゲアの10周年の、記念公演を大阪城の野音でやったんですけど、それもグリーンズさんに入っていただいて手伝っていただいたりとか、まあ、いろいろそういう密なお付き合いをさせていただいております。次に吉祥さん的おすすめのお店を教えてください。はい、どのお店も、パンゲアニマから近いんですけど、まずののかという、割烹料理屋さんのランチ、シンパカレーというスパイスカレーのお店がよくランチで行くお店です。夜は打ち上げとかで新世界もつ鍋屋に行くことが多いです。では最後にこちらの動画をご覧いただいている方へメッセージをお願いいたします。最近世の中の雰囲気も徐々に、良くなってきて、開放的な気分に向かってきていると思うんですけれども、まあ、そこはいいところは置いておきつつ、ライブハウスとしてはしっかり引き締めつつ、皆さん安心して来れるように、優しいスタッフがお待ちしておりますので、ぜひパンゲアアニマ、面白いイベント盛りだくさんなので、遊びに来てください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。